在イラク日本国大使館の岩井文雄大使は、ワールドカップアジア最終予選で日本とイラクが対戦するのを前に、イラクのユニフォームを着用し、アラビア語のイラク方言で共に試合を楽しみましょうという内容のメッセージ映像を在イラク日本国大使館の公式 Facebook に投稿しました。そのことがイラクで大きな話題となり、現地の方々に感動を与えています。以下が大使のメッセージの日本語訳になります。みんな元気かい。イラクで日本の大使をしている岩井です。昨日今日と暑い日が続きますが、断食で体調を崩さないでくださいね。なんと言っても明日は大事な大事なサッカーの試合がある日なんですから。だけど私は今どっちのチームを応援すればいいのか本当に迷っています。私はイラク人を兄弟だと思っているし、イラクは第二の祖国ですからね。しかしサッカーを愛する気持ちは日本とイラクをつなぐものです。みんなで両方のチームを応援して、選手たちにいいプレーをしてもらい、ワールドカップに一緒に行こうじゃありませんか。この試合にイラクが勝ったら私は心から祝福しますので、日本が勝ったら皆さんは今後の試合で日本代表を応援してあげてください。とにかくも明日の試合を共に楽しみましょう。以上になります。コメント欄にはイラクの方々から喜びと感動の声が殺到しています。反応をまとめましたのでご覧ください。イラク人の心をわしづかみにする完璧なメッセージじゃないか。偉大な国は大使まで偉大なんだな。文雄岩井さん、あなたが在イラク大使で本当に良かった。どうして日本という国は全てが魅力的なんだろう。車も電化製品もアニメもサッカーも、そして何よりも魅力的なのは彼らが持つ倫理観とヒューマニティだ。ありがとうございます。文雄さん、ミスター岩井はイラク人からの敬意を獲得した。彼の外交マナーは本当に美しい。過去10年は彼のような立派な大使はイラクにはいなかった。この人は世界最高の大使と言っても言い過ぎじゃないと思うんだ。こういう行動こそ外交というものだと思う。正直言ってこの動画を見たらイラクの負けを願ってしまったよ。だってこの人に日本人として喜んでほしいもん。はははは、俺よりも大使の方がアラビア語が上手だ。イラク方言まで話せるなんてすごいね。やばい、私日本の大使に恋しちゃいそう。この人には侍のような倫理観が備わってる。イラク人に日本人がどういう国民なのか教えてくれてありがとう。大使の粋な計らいに感謝します。ありがとうございました。イラクのユニフォームを着てイラク方言を話し、双方の勝利を願ってる。この大使の人柄は素晴らしいね。心の底からありがとう。こういう心遣いは本当に心が温かくなる。私たちもイラクと日本両方のチームを応援しましょう。イラク方言を勉強してくれてる大使がいるなんてありがたい。大使、そして日本大使館の職員の皆さん、イラクと日本の友好のためにいつもありがとうございます。日本の大使が頑張ってイラク方言を話してる。超かわいい。日本が大国になった秘訣は案外こういうところにあるのかも。これは俺の個人的な考えだが、日本ほど尊敬できる国は他にない。日本の大使の人柄に魅了されてしまった。僕が一番美しいと思ったのはイラクの方言を話してくれていることだ。イラクに対する深い敬意を感じたよ。これから俺は
日本のワールドカップ出場を全力で応援するぜ。へへへ。イラク人がこういう進歩的な考えを持てるようになるまで、あとどれくらいの年月が必要なんだろうか。日本人のようなモラルは理想的だよ。イラクにいる全ての外国の大使の中で間違いなく一番素敵な人。日本の大使は粋で人間味にあふれた人だね。イラク人も日本が勝ったら嬉しいよ。だってイラクのサッカー連盟や政府よりも日本の在イラク大使の方がもっと尊敬できるから。彼のような振る舞いこそヒューマニティってものだ。この動画はここしばらくの間で一番僕をハッピーにしてくれた。日本は俺たちにとって兄弟のような国だ。日本の大使は他の国の大使とは大違いだな。ああ、なんて素敵な人柄なんだ。日本人は科学技術だけじゃなくてマナーの面でも世界一だよ。年を追うごとにその実感が強くなっていってる。友人である岩井大使に感謝いたします。善良で高いモラルを持つ国民という日本人像そのままのお人だ。日本人がいかに人間愛を大事にしてるのかがこのたった一つの動画からもわかるね。日本人が世界から敬意を払われるのは当然のことなんだな。大使はとんでもないものを盗んでいきました。イラク人の心です。理想的な人間になりたいのなら日本人のように振る舞いなさい。バイオレ。日本人は俺たちに愛情や寛容さがどんなものなのかを教えてくれる存在だ。宗教も言語も全く違うのにね。この国にも岩井さんみたいな大使がいればな。イラクだけじゃなくて世界中に彼のような人間が増えれば地球上から憎しみは消えていくんじゃないかと思う。日本の皆さん、いつもイラクをサポートしてくれてありがとう。本日も最後までご覧いただき誠にありがとうございます。この動画がお気に召していただけたならチャンネル登録、いいね。またご意見ご感想などいただけると動画作成の励みになります。次回の動画でお会いできることを楽しみにしております。失礼いたします。バイバイ。